大阪市立加賀谷小学校は、大阪府大阪市住之江区にある公立小学校。大正時代、第一次世界大戦の経緯を背景に、木津川筋に造船所が設置されたことに伴い、当時の東成軍寺木津村北部の加賀谷地区には、工場で働く労働者が移り住むなどして人口が増加した。そのため、 東成軍寺吉人上昇学校の文校として1918年に開設されたことが学校の起源となっている。1919年には独立校となり、東成軍寺吉大に人上昇学校と称した。東成事基吉村は1925年に大阪市住吉区に編入され、それに伴って学校名も大阪市寺吉大に人上昇学校と称した。 しかし、大阪市には、何枠にも敷地人上小学校があり、旧時期、津村の敷地人上小学校、敷地第二人上小学校が、何枠の学校と混同されることがあった。混同を避けるため、1938年に、土地の旧来の地名、加賀谷神殿から取った大阪市、加賀谷尋常小学校へと改称した。1941年の国民学校令により、 大阪市、香谷国民学校と解消した。太平洋戦争の選挙区悪化に伴い、大阪市の国民学校では、学童疎開を実施することになった。縁故疎開に頼らない生徒は、学校単位での集団疎開を実施することになり、各行政区ごとに、行き先の府県が割り当てられた。当時の住吉区では、大阪府専修地域が、疎開先として指定され、 加賀谷国民学校では、南河内郡の田村及び日置総村への集団疎開を実施した。1945年3月13日の第一次大阪大空襲では、校舎半殖の被害を受けている。学生改革により1947年に大阪市立加賀谷小学校へ改称した。戦後の児童増加に伴い、1950年に文校を設置した。 文校は3年後の1953年、大阪市立住吉川小学校として独立している。住吉川小学校分離後も、児童数が増加したため、さらに1958年に文校を設置した。この文校は1972年に、大阪市立香谷東小学校として独立している。ありがとうございます。